暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。イエスの受難と死についてお話ししてきましたが、今回お話しするイエスの復活、これこそキリスト教の核心であり、この復活がなければキリスト教は生まれませんでした。つまりイエスの復活は疑いもなくキリスト教信仰の中心なのです。聖書の中からも読み取れますように、その根本主張は、人間は皆イエスの死と復活によって救われたと言っています。その根幹にあるのは、父なる神の人間に対する慈しみ、愛にあります。その愛をイエスはご自身の生涯を通して言葉と行いによって示されました。ところが、弟子たちをはじめ、すべての人はその事実を全く理解することができなかったため、イエスの取った最後の手段として、御自ら受難と死を身に受けたのでした。しかしどうでしょうか。イエスの生涯が受難と死で終わっていたなら、イエスは神からの使命を完成することができたのでしょうか。仮にそこで終わってしまっていたのなら、単なる歴史上の徳に優れた人、素晴らしい生き方をした人物として記憶されただけのイエスに過ぎなかったではないでしょうか。しかしイエスは受難と死で終わらなかった。イエスは神の望み通りにご自身の生涯を終えられた結果、神によって復活させられたのです。パウロは書簡の中で、キリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄ですと言っています。しかし、イエスの復活についていろいろな意味で疑問がありますし、私たち人間にとって非常に不思議な出来事でもあるのです。それは新約聖書の中で復活したイエスと出会った弟子たちの様子からも、その不思議さを伺い知ることができます。卑近な例ですが、私はキリスト教の洗礼に授かるまで一つの苦い体験を持っています。キリスト教に興味を持った私は、心の灯火の聖書入門クラスに通いました。その当時の私は、信者になるため、洗礼を受けることさえ知りませんでした。ただ、神父さんの元で聖書の勉強をして、幾日か時が過ぎれば自動的に信者になれるものだと思っていました。ところが、カトリック教会では、キリスト信者になるために準備が必要であることを後で知りました。その準備とは、イエスの生涯について学びながら、時に日曜日のミサにも預かりながら、キリスト教について学ぶ一定の期間のことです。その期間は、人によって個人差がありますが、普通1年から2、3年、長い人で数年かかる時もあります。私は心の灯火のマクドナル神父の下で勉強を始めて、ちょうど1年目を迎えるご復活祭前の頃でした。神父さん、洗礼を受けたいのですがと申し出ました。そしてある日面接をしていただいたとき、神父さんから、あなたはイエス様の復活を信じますかと質問されました。
正直私はその時このように答えました。神父さん、いろいろなイエス様の教えを信じることはできますが、復活について信じられません。だって死んだ人間が復活する、蘇生するなんてありえないからです、と答えました。それを聞いた神父さんはうつむき加減に、じゃあもう少し勉強しましょう、と言われ、がっかりしたのを今も覚えています。なんで、どうして、じゃあ他の人はみんな復活を信じているの、と不思議な思いでした。それから8ヶ月後、クリスマスが近づいてきた頃、また洗礼を授けてくださいと神父さんに申し出ました。多分神父さんは同じ質問をするだろうと考えていた私は、正直嘘でもいいから信じていますと答えるつもりでした。なぜなら、わからないと言えばまた洗礼を受けることができないと思ったからです。そんなことを考えていた私でしたが、神父さんはその質問をしなかったのです。おかげさまで12月のクリスマスの翌日、聖家族の祝日に受洗していただきました。それから幾年か過ぎ、イエスの復活について自分で納得できたのは神学の勉強をしてからでした。おそらくこの放送をお聞きになっていらっしゃる方の中にも、よくわからない方がおられると思います。そこで今回、イエスの復活について私の理解の範囲でお伝えできればと思います。聖書を読まれた方はお分かりになると思いますが、聖書の中に登場する弟子たち、彼らもイエスの復活を信じることができませんでした。イエスが十字架にかけられて死んだ、そのことは事実として理解できました。その後、婦人たちはイエスが葬られた墓に行き、墓に着くと石が取り除かれていたので中を覗きましたが、イエスのご遺体を見つけることができなかった。そこで誰かに取り去られたと思い、すぐに他の弟子たちのところに行ってそのことを伝えました。するとすぐに二人の弟子が墓に駆けつけました。しかし二人の弟子もイエスのご遺体を見つけることができなかったが、イエスのご遺体をくるんだ布だけがそばにあったのを確認しました。この聖書の箇所から、誰もイエスが復活したところを見た者はいなかったことがわかります。つまり、誰も明確にイエスの復活について証言することはできません。ではどうしてイエスの復活を信じることが可能になるのか。いな、あの不信仰な弟子たち、イエスの復活も信じられなかった弟子たちがどのようにして信じることができるようになったのか。このことを確認することができるのがイエスの出現物語なのです。新約聖書の中に出現物語と呼ばれるいくつかの箇所があります。空の墓のマグダラのマリアと婦人たち、11人の弟子とガリラヤの山での話、エマオへ向かう二人の弟子たち、エルサレムで恐れ隠れていた弟子たち、トマスと他の弟子たち、ティベリアス湖畔でペトロと他の弟子たちとの出会った。これらの出現物語の中心的な出来事はイエスがよみがえったことです。パウロはよみがえったと言わずに現れたと表現していますが、その方が分かりやすいと考えたからだと思います。これらの出現物語には
曖昧な表現である一方、イエスを目前にしている共にいるという現実から、イエスを目前で見た弟子たちの確信が読み取れる箇所なのです。つまり弟子たちはイエスに確かに出会った、目前にした、出会った以上イエスは生きておられることを確信したということです。このイエスの復活によって、生前のイエスの言動は疑いもなく神の御旨であり、生きた神の言葉であると確信したということです。弟子たちはこの復活体験によって、イエスが神から来られた神の子であるということを確信したのです。神の愛、神の御言葉は受難と死を超え、神の御手の中で完成できることを、イエスはご自身の復活によって確実なものとしてくださったのです。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。このイエスの言葉ゆえに、私たちは今もイエスと交わりを持つことができ、イエス・キリストを信じることができるのです。イエスはすべての人に対して神への道を開き、喜びと希望のうちに私たちを導いてくださるのです。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マタイ28章20節。この番組で放送されたシスター渡辺和子さんのキリストの香り、上村隆夫さんの元気に生きる、森田直樹神父のイエスと友達の DVD を販売しています。お申し込みお問い合わせは電話 075-211-9341、 または心の灯火ホームページからどうぞ。ファクシミリや E メールでも受け付けております。